国際化の時代の進展に伴い、日本にも様々な国から数多くの外国人が訪れるようになりました。こちらをご覧ください。日本に入国する外国人の数は年々増加し、平成27年は過去最高となりました。また日本で暮らす外国人も年々増えています。2020年の東京でのオリンピック・パラリンピックの開催に向け、外国人と接する機会はますます多くなるでしょう。しかし一方では、言語や文化、習慣などの違いから様々な人権問題が発生しています。日本語がわからないからといって仲間外れにされたり、アパートやマンションへの入居を拒否されたり、外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われたりといった問題が起きています。これから3つのドラマをご紹介します。皆さんもこれから紹介するような場面に直面したらどう思うか考えながらご覧いただきたいと思います。